あ、これ。何これ。これ。違うの？伊沢、伊沢さん、ここ見て。伊沢さん、伊沢さん。オッケー。オッケーじゃないよ。ねえ、ねえ、ねえ。シュー。はい、ポーズ。はい。そっち、はい、こっち。あ、写真はな、写真はポーズだけど。オッケー。こっちはポーズいられんの。こっちもいいですか。こっちはポーズいられんの。こっちは向いてねえとダメなの。全然いい。いけんの？生きてる。え？言うてなきゃなんだ。またいや、したらこれ包丁目入れるか。バタ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 落ちてるな。あ、消えてるぞ。汁が出る。ほら、やべえな。はい、天ぷらそば2と天ぷら定食1です。はい、オッケー。それどこじゃないの。そんなのお店広げちゃったから。バット、でっかいバット欲しいね。でっかいバットね。珍しい。でっかいバットにしとこう。熱いからちょっと冷ましようかな。冷まそう。どうだ、何来たの。ちょっと熱いや。熱い熱い。ほら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 、映画ねえ。じゃあ3人目あげるからな。会計1番さんのやつってあります。これかな。あ、ありがとうございます。1番さん、はい、待ってます。混ぜてはいない。いいんじゃないの。どんぞ社長。いや、社長じゃないよ。もう一発やってみるか。うん、どうしても空いてるな。ここまで切るところがいいよ、うん、だろ。オッケー、来ちゃうか。あ、落ちた。で、こうだろうさ。オッケー、ベルグッド。食べましょう。わあ、私だけ2個。これ。何、松山から来たの。知らんだったら。道後って書いてあるから、道後温泉とかさ、あっちのクラフトビール。飲もうぜ。飲もうぜ。乾杯。乾杯。これどこのビールなの？道後温、道後ビール。そうだね。愛媛県松山。おい。伊達さん。うまいな。伊達さんすごく陽気な人ね。うまいでちゅね。え、ソキは。それこれとかハワイから来たのかなこれ。冗談じゃないよ。字も読めなくなってきたし。字も読めなくなっちゃった。おいしい。うまい。なんか大人の味だな。大人の味。
飲んだから大人の味だ。まだ僕は若いから分からない。伊沢さん、伊沢さん。な。伊沢さん。伊沢さん。なんだよ。で、前はね、来るとこに3月頃ね、もうあなた誘われてハワイ行くと。ハワイ行かないよ。冗談しないよ。私、行きなさいよ。飛行機嫌だもんね。今度ね、今度聞いてよ。もう一回誘われて、ね、伊沢さんは飛行機の切符だけ買って、あ、アメリカさん早く死ぬから今いいよね、これお寿司取るよ、はい、何写真撮ってるよりより入ったらね、取るよ、あ、もう、あ、撮ってる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 、めっちゃあらまい、いや、かわいい、うん、ワイトウイルあ、タイムビール飲まなかった、効くな、おい、これ聞く、まあ、朝もねえだな。これ、ジャーマンビアだね。ドイツビール。ドイツのビールよ。の真似をしてる。文豪水道の文豪ビール。ん？山口水道。うまい。愛媛県松山。うまいしょ。愛媛県山口県ね。山口県。愛媛県の。これ寝てる間にね、松山市。うん、山口会社で、これやっぱり夜ここはもうね真っ暗いじゃない、明るすぎるもんね、これね、逆光になっちゃうからなかなか撮れないよ、うん、なんか撮ろう、なんか閉めた方がいい、そうそう、それだと昼間でも撮れる、これは逆にカメラには逆光になるライト使うから、なんか今なんか、うん、向こうからコンパネでも貼ったらどうか、うわ、暗いですよね、ここ夜は綺麗に撮るでしょ、うん、夜は綺麗ですよ、チカチカになってます、太陽じゃなくて、あの光はもう全然合ってないから、そうそう、反射するの、あの車は、あなた、どこ、誰の車か顔がもう見えない、このアングルから撮ると、顔が撮らない、だから、お前もっとこれ、あ、こっち変なおじさん、そう、19年カイとシマーティとこれはホタテ、OK、うん、あとカイ、あとシマーティ、まだ生きてる、また生きてる、大きな、おーわーわーわー、これいいか、おかみさんはミネちゃんと一緒だもん、おーほ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 ー、すごいね、まだ動ける、シアちゃんとなんか話があったんだよ、何が、さあ失礼しました、いや音声が出るんだ、もう一回あのここにあの鍋お湯かけてくれるか、これ洗ってこれ花咲き茹でちゃう、伊沢さん、伊沢さん、伊沢さん、はい、これだけでいいよ、あのご飯入ってないで寿司で刺身で食べてもいい、刺身がいいの、いいよ、そのままでいい、そのまま食べたいんだって、そのまま食べたいの、そう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 、はい、お腹残ってあともっと美味しい料理食べるから、オッケー、ああ、これ、あとこれ、これでしょ、刺身味、刺身味は欲しいんでしょ、あ、刺身でか、うん、そう、刺身です、刺身味、寒いね、北海道来ても贅沢やったね、あそうそうそう、それがいかんでしょ、 It's just an impression、 Not a look、 これこうやって、こうやって、こうやって置くんだろ、おー違うの？うん。ジュリさん。あ、いいですよ。写真、写真。でしょ？で、伊沢さん、伊沢さんの店は休みある？休み？休み、いつも休みあるね。いやいや、あの。雪降ると休みだよ。休み、ずっと冬眠するんだ。いや、今度ね、いつか休みの時は、うん、ハワイには行かないよ、ハワイ行くよ、いやだね、冬、冬行かないじゃないよ、いや、冬の2月とか、それでハワイ行かないよ、ああ、忘れてた、伊沢さん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 ね、伊沢さん、飛行機、飛行機は怖いのよ、ね、あそこの3人美人でしょ、ああ、美人だ、一人紹介してる、またまたまた、ハワイ来たらこれ紹介してる。ハワイやめてくださいよ。ハワイしましょう。あ、
あの孫どうしたの、そういえば孫。ああ、イザベラ。いや、我の孫じゃないよ。私の娘みたい。あ、娘か。うん、じゃないんだけど。じゃないけど、でも娘みたい。あの、働いてくれてる人の従業員の、あの、娘の娘。めんどみいいんだな。そうそうそう。みんなね、大ファミリーなんだよ。めんどみいいんだ。そう、みんなファミリー。ハワイはみんなファミリーなんだよ。王様も含めて。あ、そう。そう、ハワイの王様。ラッタラッタッタ。何、取りに来たの。おー、これ生でやるったら、ね、痛くて、まあ、軍手が必要だね。硬いの、硬いの、これ生でなって、うん、これ取れるわけないじゃん、これ取ったら大変だよ、うん、ほら、だからお客さんが自分で取ってくるんだな。うん、刺身で食うんだな。大変でしょ。うん、大変だ。で、箸で今度自分で取ってみたらいいんだ。うん、え、俺にやらせないでください。なるほど。身が入ってるね、これはね。うん、まあ茹でたらどうしてもなくなるけどな、うん、ちっちゃくね。だって腹巻きだからな。うん、よく売ってたね。うん、そうそう、このね、うん、2匹、うん、いろんなとこが集めてきた。2匹あったの？1匹、あとは全部冷凍もの、うん、生きてるのはもう、高かったでさ。高いですよ。よく買ったな。生きてるっちゅうだけでも高いからな。そうそうそう。美味しそうね。せっかく買ってきたから生も食べてみた方がいい。そう、それであとは、あとはね、うん、祝いてもらって、それ誘ってハワイ行きましょうよ、ね、ハワイ行きたい。飛行機が苦手なのか、船で行かないと。え、飛行機乗んなきゃいい。いいよ、飛行機乗らないで飛行機つけてもいよ。俺はこのトノカワからもう出ていかないんだよ。トノカワから。ハワイどうしても行かなかったら、行きましょうよ。ハワイとこっち行ってこいってね。一番沖まで。リタさん。そうだよ。ハワイ行きましょうよ。いやだね。だ。私やなどう待ってるよ。やだよ。せっかくここにいるのに。なんで俺がね。なんで俺が早い。状態に寄せよ。ほら、オッケー。残ったのは何よ。ユナキかムシかダーブとか食べてみた方がいい。あとこれもうやったってね、もう食いづらいから。うん、あとはまあボイルしちゃってね。早く茹でないとダメなの。うんうんうん、死んでから茹でたらダメなの。ああ、なんか落とし蓋。ああ、落とし蓋。よしよし。死んでからならダメよ。もったいないじゃない。うんうん。うん、